はい、どうも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 、勇者でーす。さて、では、ファイナルファンタジー4、いきたいと思います。スーファミですね。1991年、僕がいくつや？俺は いくつぐらい？小学校、いや、中学校ぐらい。中学校ぐらいですね。1991年じゃない、1997年です。ごめんなさい。スクエアが多分、始まったのが1991年。で、1997年のソフトですね。僕は中学生ですね。はい。じゃあ行きますか。めちゃくちゃ名作ですから、心してかかるように。イエス。まあね、ファイナルファンタジー5を先にやって、まあ動画あるんですけど、それと比べてもなかなか遜色のない面白さです。まず音がかっこよすぎるから、セシル隊長間もなくバローに着きます。はい。ちょっとへこんでますね。やはり隊長も、いくら命令とはいえ、罪もない人からクリスタルを。言うな。これがサラリーマンだ。ええ、どけこれ。女。じじこれ。クリスタルを渡せ、この野郎。隊長、どうぞ。こんな仕事嫌やな。まあ、こういうことをやってきたということですね。我々赤木翼は、誇り高き飛空艇団、か弱い者から略奪など。やめるんだ。しかし隊長、無抵抗な魔導士たちから略奪するなんて。いいかみんな、クリスタルは我がバロン国の繁栄のためどうしても必要なのだ。必要だ。ミシリアの者たちはクリスタルの秘密を知りすぎているとの陛下のご判断だ。我々はバロン国飛空艇団、バロンの赤い翼だ。陛下の命令は絶対なのだ。隊長、つらい、つらい。隊長、魔物が総員戦闘配備。かっこよすぎる。隊長がワンマン速攻。赤い牙。おい。大丈夫か。まだ来ます。さあ。ズー。青い牙。おい。みんな無事か？はい。しかし近頃あまり、魔物の数が確かにあまりに多すぎる。何かが起ころうとしているのか？バロンに到着しました。よし、着陸だ。このね、赤い翼の BGM、僕、高校ぐらいの時ずっと着メロにしてましたね。めっちゃ好きで。うわー、もうかっこいい。お城の音。すげえかっこいい。ベイガン。お、クリスタルを手に入れたのですね。ちょっとホモっぽいな、こいつ。雰囲気的に。しかし、ミシリアの人々はまるで無抵抗だった。何をおっしゃるのです。さあ、陛下がお待ちです。この主人公が最初からそこそこできる男パターンですね、4は。
セシル殿、しばしお待ちください。うわぁ、告げ口しとる。やばい。陛下、恐れながらセシルの奴めが陛下に不信を抱いている様子です。まことか。さすがはこの絵兵長、よく知らせてくれた。だがクリスタルさえ手に入ればよい。セシルを呼んでまいれ。はっ。やらしいわこの絵兵長。セシル殿、陛下がお呼びです。どうぞ。セシル、ご苦労であった。で、クリスタルは？はっ、こちらに。水のクリスタルを手渡した。取ってきたんかい。本物のようです。そうか。お、なんとまばゆい。下がってよいぞ、セシル。あ、言っちゃう？言っちゃう？社長に言っちゃう？陛下！びっくりした。なんです？陛下は一体どういうおつもりです？みんな陛下に不信を抱いております。お前をはじめとしてか、セシルさんよ。決してそのような。私が何も知らんとでも思ってるのか。お前ほどの者が私を信頼してくれぬとはね。残念だが、これ以上お前に赤い翼を任せてはおけん。今より飛空艇部隊長の任を解く。陛下。代わって幻獣討伐の任につけい。ミストの谷付近に幻の魔物、幻獣が出没するそうだ。その魔物を倒し、ミストの村へこのボムの指輪を届けるのだ。出発は明日の朝だ。マジっすか。カイン、お待ちください。カイン来た。セシルはそんな。カイン、こやつのことが心配ならお前もセシルと共に行け。陛下、もう話すことはない。その指輪を持つ、下がるがよい。ボムの指輪を手に入れた。陛下。陛下はどうなさったんだ。すまない、カイン、お前まで。その幻獣とやらを倒せば陛下も許してくださる。また赤い翼に戻れるさ。気にするな。準備は俺に任せて、今夜はゆっくり休め。カイン、ええやつやな。と、ここから始まるストーリーと。よっしゃ。命が惜しければ変なことはお考えにならないことです。陛下についていろいろ言われていますが、陛下の耳にでも入ったら。怖いね。私は陛下を信じています。最近の陛下からは異様な雰囲気を感じるのですが。やっぱりちょっと陛下おかしいよ。どうした？すまなかったカイン。まだそんなことを言ってるのか。お前らしくもない。僕は陛下の命令で暗黒剣を極めた。でもそれはバロンを守るためで、罪もない人々から略奪をするためではなかったはずだ。そんな自分を責めるな。陛下にもお考えがあってのことだ。カイン、お前が羨ましいよ。俺の父も竜騎士だった。暗黒剣を極めれば階級も上がるだろうが、俺にはこっちの方が性に合う。それに竜騎士でいれば幼い頃死に別れた父をいつでも感じられる気がしてな。ふっ、らしくない話をしてしまったな。ともかく考えすぎるな。お前がそんなじゃ張り合いがない。幻獣を倒すのは俺だぞ。僕も負けはしない。明日は早い。早く休め。暗黒騎士です。悪いな。悪いですね。顔悪いな。悪もんやん、完全に。こんなもんアクティブにしますね。アクティブにさせていただきます。またアクティブこそ思考なんで、このゲームは。そして、バトルスピードは、まあ、3ぐらいにしとこうか。ちょっと慣れてきたら1にスピード速くしたいと思いますが。これ、やっぱりスピード速くしよう。速くした方が、多分、難しいからね。難しくした方が面白いからね。ということで、まずはセシルさん。この悪さです。このビジュアル。はい。で、装備品は、まあ、暗黒騎士なんで、すべて暗黒ですね。よっしゃ。はい。ミストの谷はバロンより北西。いつも深い霧が立ち込めてるそうです。我が竜騎士隊のカインさんと赤い翼のセシルさんを組めば、怖いもんなしでしょう。おう。北西ね。ミシディアからクリスタルを持ってきたそうですね。ちょっと英雄扱いされてますね。この部屋の宝を幻獣討伐に持ってっていい。はい。エーテル、テント、
480ギル。さあ、まあ FF シリーズの当然の流れですが、お城探索しましょうか。初歩の城魔法を研究しているところです。城魔法三段活用、ケアル、ケアルラ、ケアルだ。最近の陛下は以前にも増して生命力がみなぎられている。しかしどこかやっぱなんかイカれてんね。魔物かなんかイカれてんのよ。ローザはあなたの力になりたいと言って城魔道士の道を選んだのよ。あまりローザに心配かけないでね。これローザがスリプル、あれ眠くない、おかしいな。早く実践に役立つよう研究の最中です。ファイア、ブリザード、サンダーの基本魔法だけでは手に負えない魔物もいる。より強力な魔法がかつてはあったらしいのだが、ローザっちゅうね女性がいまして、これがなかなかの白魔道士で、なかなかのねレディーですわ。ここは代々バロンに伝わる宝物が安置されていて、立ち入りは禁じられています。はい、後で取るんでしょどうせ。ああ今日も徹夜か。あ、親方には内緒ですよ。一度親方を見ませんでしたか。飛空艇の整備を私に任せて何やら考え事をしているんです。この塔は立ち入り禁止です。すでにもう指導がおるのか。僕もですね、正直中学校の時に一回やってクリアは絶対してます。クリアはしてるんですけど、まあもうほとんど忘れてる。イメージはなんとなく覚えてることはあるんですけど。ローザ、セシル来た。ローザ来た。よかった、無事だったのね。あまり急な任務だったので心配したわ。無事だ僕らは。そうか、無抵抗な魔導士相手に傷など負いはしない。セシル、後であなたの部屋に行くわ。癒してあげるわ。ああエロいなあの女ローザよ。なかなかの女ですね。ミシディアで反抗した魔導士たちはこの力を入れておきました。うわぁ、貴様あの暗黒騎士、こんなことが許されると思うか。すいません、まずですいません。お前ら何も分かっちゃいないんだ。クリスタルはただの宝石なんかじゃない。そうやもんね。私たちはどうなろうと構いません。しかしクリスタルだけはミシディアに。やばい、必死や。やばいやばい、悪いことしたなぁ。あ、指導っぽいな、あれ。戻ったか、セシル。いや。ローザが心配しとったぞ。ローザを泣かせたら、このわしが許さんからな。ローザの父親なのかな、指導は。ところで、わしのかわいい飛空艇は無事か。お前の部下荒っぽくていかん。なんじゃ浮かない顔して。実は指導。なんじゃと？厳重の討伐に？お前以外に赤い翼を仕切れる奴がおるか！まったく陛下はどうされたんじゃ。新型の飛空艇を作れとおっしゃるが、わしは飛空艇を人殺しの道具になどしたくないんじゃ。町の者も不思議がっとる。ともかく気をつけてな。厳重なぞお前の暗黒剣で一撃じゃ。わしは家に帰る。最近帰っとらんので娘がうるさくてな。え？ローザのことじゃないのかな？ベッドのシーツは取り替えておきました。明朝出発なさるとか、今夜はゆっくりお休みください。あ、ここが自分の部屋でしたか。部屋。とこ持てますね。そう、一棟持てるやん。ローザ来るから、あんま寝たらあかんで、あんま寝たら。ローザ来るから。ちょ、赤まむし的なもん飲んどかんと大丈夫かな。陛下はどうされたのだ。以前はナイトとしても名を馳せ、優しく強いお方だった。みなしごの僕やカインを自分の子供のように育ててくれた。ミシディアのクリスタル、無抵抗な村人から奪ってまで手に入れねばならぬほどのものなのか。命令とはいえあんなことは、なるほど。セシル、あ、何があったの。急にミシディア行ったかと思えば厳重討伐に行くなんて。それに戻ってきてから変よ。いや、なんでもない。だったらこっちを向いて。ローザなかなかの女やな。僕はミシディアで罪もない人々からクリスタルを、この暗黒騎士の姿同様僕の心も。あなたはそんな人じゃないわ。
このちょっとすみません、のぶとい声でちょっとローザに変換されちゃってるんで、ローザはちょっと高い声でぜひ変換してください。脳内変換してくださいね。僕は陛下には逆らえない、臆病な暗黒騎士さ。赤い翼のセシルはそんな弱音は吐かないはずよ。私の好きなセシルは、あ、お姉系。明日はミストへ行くんでしょ。あなたにもしものことがあったら私。うわ、もう心配いらないさ。カインも一緒だ。もう遅い。君も休むんだ。マジか。抱かへんのか。気をつけてね。この流れで返すんか。ありがとうローザ。だが僕は暗黒騎士。君とは。暗黒騎士ってそんなあかんもんか。まあ、確かに見た目は悪もんやけども。ええがな、別に。鎧着てるだけやんけ。鎧脱いだらええがな。装備だけの問題ちゃうの、これ。行くか、セシル。当てにしてるぜ、カイン。任せておけ。カインはちょっと中二病。若干カインは中二病ですかね、これ。どうもその気配はありますね。見た目もなんかあの、ちょっとしたブロンズセイントですしね。おっと。かくして、バロン国飛空艇団、赤い翼の部隊長であった暗黒騎士セシルは、その座を剥奪され、竜騎士部隊長カインと共に、辺境の村ミストを目指し、霧深く立ち込める谷へとバロン城を後にした。人々の夢であった、天かける船、飛空艇。だがその飛空艇の機動力は夢の実現ばかりか欲望を満たす手段にまでなり得た。ふむふむ。飛空艇団赤い翼により最強の軍事国家となったバロン国。なぜその強大な力を持つバロンがクリスタルを求めたのか。そしてなぜ数多の魔物が白日のもとにその姿を現し始めたのか。すいません、あのひらがなばっかりですごい読みにくい。あれは月ですかね。クリスタルはただ静かにその光をたたえた。ジ・エンドではなく、これがスタート。じゃあ行こう。これ村的な、こっちは行けんのか。あ、松行けますね。ちょっと情報収集。赤い翼のセシル、ミストの谷なら北西の洞窟を抜けたところです。ちょっとポーション的なものは買っといた方がいいよね、多分。幻獣討伐ですから、言うても幻獣討伐やからね。はい、買います。あとはまあいらんでしょ。ん？なんて？遠出をするならポーション毒消し。毒消しか。買っとくか。なんか、キーンって結構響きますね。カインもなかなかのいかつさよ、これ。カインもなかなかですね。ほうほうほう。装備見てみる？装備。カインも、大人やなぁ。あー、いいね、いいね。大人やもんな、めっちゃなんか。すんごい大人。兵士に暗黒剣を教えるなぞ、王は何を考えておるのじゃ。やっぱ暗黒剣ってすごい評判悪いんや。デビルロード。ここはミシディアへと通じるデビルロード。かつてはこれを利用し、貿易などが盛んでしたが、ミシディア側が封印してしまったらしく、今では使えません。この地下はトレーニングルームです。トレーニングルーム。無茶な戦闘は命取り。まずいと思ったら迷わず逃げろと。はい。まあ、この辺は大体まあまあ今まで通りなので、そこにいるお方はお役
所勤めのネミングウェイさん、名前を変えたくなったら彼に頼むこと。あー、なるほど、ネミングウェイね。セシルの名前を変えれるってことか。あー、変えない変えない。とりあえず、まあ、勇者にしてもいいんですけど、今回はセシルで行きますね。洞窟内にセーブ可能な場所がある。戦闘では素早い決断が必要。自信のないものはバトルスピードを下げること。はい。バトルモードをアクティブにすれば、魔法やアイテムを選んでる間も魔物が攻撃してきてスリル満点の戦いが楽しめる。はい、もちろんそれ、それ行きました。何もないかな。今現状は戦闘としては一番難しい設定にセットしてます。戦闘中の動きとしては、はい、それで行きたいと思います。はい、かかってます。おい、お父さんたらまた徹夜で、いつまでも若いつもりなんだから。セシル様からも言ってください。町のみんなは王様や兵士のことを悪く言いますけど、あなたのようないい人もいっぱいなのに。お父さんなんかそのことでしょっちゅう町の人と揉めてるんです。あ、これが指導の娘さんか。ごめんなさい、ローザは違ったね。あちち、ローザは娘ではなかった。グガグガできた新型エンジンじゃ。ローザは指導が娘のように可愛がっている存在ぐらいの感じかな。あ、ポーション見つけた。多分ね、そういうことですよね。おばあちゃん、ローザの母。あ、これがローザのお母さん。最近の王様のやり方といったら、あんたらもよそでひどいことをしてるって言うじゃない。お願いだからローザは変なことに巻き込まないでおくれ。うわうわ、嫌われてるわ。完全におかんに嫌われてる。これは痛いパターンやで。一応赤いかかってる。わあ、暗黒騎士だ、怖いよ。でもちょっとかっこいいかな。うん、かっこいいよ。リアルな感じがするから。ちょっと町の西の建物の扉、あれはお城に通じる地下水路じゃ。今は封鎖されとるがの。リアルな感じで見るとかっこちょっと怖いですけど、ドット絵のセシルはめっちゃ好きやから。暗黒騎士、私王様の悪口なんて、そうだ、いいもの見せてあげるからね。ああ、脱ぎよった。おー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 、やるねー。ビッチだらけの国やな、ここは。あ、来た。あざーす、あざーす。そっちの森のそっちに行きたいんですけど、絶対アイテムあると思うから。ここかな、ここか。お、来た。これがねー、これがね、間違いなくあるから、これ。はい。もう分かってた。これさすがにね、ファイナルファンタジー歴が長い僕を舐めないでほしいですよ。もらった。ファイナルファンタジー歴が長いと言っても僕、この、ここら辺までですけどね。セブンぐらいまでなんで、僕、やったことあるのは。実際は、歴と言ってもまあ、まだまだしょぼいですけど、じゃあ行こうか。北西なので、次でいいのかね。ん？こっちかな。戦うジャンプで、セシルが暗黒が使えたはず。暗黒、この暗黒っていうのが結構面白くて、構えがまずかっこいいんですけど、カーンと構えてグワッと、はい。で、全体攻撃なんですけど、HP が減る。HP を犠牲にした全体攻撃ですね。まあ、使いどころはだからちょっと限られるかな。HP が多分8分の1。今の感じだと25減ってるんで、8分の1持ってかれるって感じですね。よし、じゃあセーブして、メモファイルのセーブはちょっと、やめときます。さあ、じゃあ長くなります。あ、長いな、このセーブ。また時間かかるな。はい、じゃあ23分。ということで、パート1この辺で終了したいと思います。で、もうすぐ次幻獣討伐洞窟行きたいと思います。
で、また今回もですね、ものすごく長くなると思います。頑張ってやっていきますので、どうぞお付き合いの方よろしくお願いいたします。では、次の動画に移動お願いします。あ、あとですね、途中で動画がないぜっていう なった場合は、まだアップしてない場合もありますし、単純に YouTube のせいで見つからないっていう場合もあります。で、一番見つけやすい方法は、僕のチャンネルの方から、再生リスト行っていただく方法です。あとは動画概要欄にも再生リストを貼っておきますので、そちらから探して行っていただけると、特にまあ PC で見られる方は自動再生とかオンにしておくとスムーズに見れると思いますので、ぜひぜひお使いください。では、よろしくお願いいたします。